愛する女優藤谷美和子。16歳の時ロスにホームステイして、その魅力に取りつかれた彼女、ついに去年は自分でアパートを借りて念願のロス一人暮らしを満喫しました。生活者の視点で見つけた観光ガイドにはない新鮮な情報にご期待ください。ご紹介しましょう、プランナー藤谷美和子。この番組は旭化成と旭化成グループの提供でお送りいたします。いっぱい知ってます。左右前後表裏全部うん、開けたらもうブラックジャックって感じです。よくわかった。しんすけさん、どうぞ質問ですね。いいですか、どうぞ。今は何のことですか？藤谷さんの場合は足を抹殺、言葉 の、 細かいところあまり気になさらないで、はい、大きく概念的に捉えていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。藤谷美和子さんのプラン、早速ご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。じゃん、ロサンゼルス国際空港到着です。でも11時間ぐらいですから、あっという間ですね。あっという間ね。退屈退屈。さて、そのまま到着したというのに飛行機にまた乗ります。どこへ行くかと申しますと、ラスベガス。あ、いきなりラスベガスも行っちゃうんですね、乗り継いで。そうです、人生、はい、もう最後はラスベガスに行かなきゃダメなのよ。そうです。いや、気持ちは分かる。ここはね、新しくできたんですけど、ええ、まあ超豪華。ここのホテルに泊まるんですね。そうですよ、はい、入った途端ロビーがカジノじゃないですか。これもすごい。チェックインする前にまずカジノ。そうです、たくさんありますから、とにかくカジノやって、はい、ダンダンダンと当てた後はペーティートシート、シート8400円。安いですよね、うん、ほとんどみんなお部屋に戻りませんからね。あ、カジノに入り浸りで。そうです。これこのタワーは ね、あのね、330メートルあって、ね、途中の50メートル行ったり来たり。何、330メートルのてっぺんにこのフリーホールがついて。バカ野郎ですね。うわー、やだよ。それ一気に上まで行って下がって途中で止まってまた上がるんだ。これ何度 も、 もう嫌になるほどやってくれるのかと思って、東京タワーに行った人でもこの高さを見たことがありません。抜群、夜景もまたこれはもうよろしい。もうライティングで持ってますから、はい、ええ、私みたい。ごめんなさい、そんなこと言ってた。藤谷さん、僕はそんな方が好きです。はい、ダイブです、これは。そうです、これね、はい、もう見てください、これほら可愛いでしょ、これね、あのね、スピルバーグがオーナーで、表はね、潜水艦でできてる、あ、中もね、そういう感じでできてて。何なんですか、レストランなんですか。そう、航空時のトロピカドリンクなんかが主なメインです、はい、これはもうスピルバーグおすすめの。はい、これはね、バーグと言いながらもサンドイッチ。バーグと言いながらサンドイッチです。夜ですね、もうこれからカジノですよ。一番いいのはね、ここで、はい、これもらえる。何ですかこれ、BMW。 これがもらえるんですか。当たっちゃう、月に2台。月に2台、それが売り物のホテルです。そうですか、はい。で、あっという間に1日目のプランが終了する。すいません、はっきり言います、今日の VTR なんか意味わかりません。どうぞどうぞ、行ってみなきゃわかんない。何やそれ。何しろいきなりラスベガスに行って、あのホテルの上のフリーホール、あれすごいね、あれは初めて見た。これはかなり怖いですよね。それはやっぱりそこに行った人は必ず乗らなきゃいけないようなものなんですか。大丈夫かもしれません、時々壊れるんです。余計怖いじゃん。あのホテルは大倉さん8400円というのは非常に安いんですけども、やっぱりあれはカジノで負けてもらおうという魂胆ですか。そうなんでしょ、そうで、カジノでお金をたくさん使ってもらうからっていうんでしょ。もう貯金箱みたいなもんですから、うん、でカジノで勝つコツって何かあります。あのねちょっとね、あの両替の人とかいるんで、その人にちょっとチップを渡して、あ、チップを教えてくれます。どの台が出るとか。そうじゃ、少ないチップで BMW がもらえたらこんないいことはないですよね。そうですね、でもこの車だいぶ埃り溜まってましたから、まだ出てないかもしれない。すいません、月に2台とあなたがおっしゃったんだ。
それではボケツを掘る前に2日目行こう。マスカラン。タイ空港。ラスベガスから入ります皆さん。ここは、はい、ロスに着いて、ホテルに行く前にセンチュリーシティ行きますね。はい、この本屋さんじゃなくて絵のところ行きましてね、あのアートギャラリーの立体アートっていうのがあってですね、これね本当に綺麗なの。これテレビで見るとあんまり綺麗じゃないんだけど、立体感がわからない、私みたいなんちゃってそれで、あのね、いや本当に綺麗ってことなんですね。いや本当40万、13万、高い、美術品ですからね。買い物袋の立体アートね。センチュリーシティを後にしました。それでそろそろホテルに向かうのかな。アドライブホテル、はい、ここは昔会員制で、すごく泊まりたかったんですけど泊まれなくて、やっと泊まれたホテルです。これ昔アパートだったんですよ、高級な、でこのジョン・ウェイ、マリリン・モンローと一国、はい、が住んでまして、もうセンスが他のホテルよりも全然素晴らしい。まあ面白いベッドですね、はい、でも部屋高そう、5万2500円じゃないですか。だけどもう今ね夏サマーセールで、1万9900円。さあ食事です。ディナーです、フェニックス、ここねもう本当あのアメリカ全米で5番の指に入るものなんですね。これね大根サラダってゴールデンキャビアのせポテトと黄色キャビア、はい、チーズでめちゃめちゃ美味しい。本当ね、他のもありますから、フォアグラとか、もうデザートとかもうヒューですよ。ヒューですか。はい。3日目です。はい。なんだっけ、ユニバーサルシティ。ユニバーサルシティ？はい。買い物ウォークみたいな、買い物通りみたいになってるんですけど、これはユニバーサルスタジオの隣にありまして。隣にあるんですか？アウトテイクスというところに行っていただきたいと、はい、あのね写真スタジオ、すっごい可愛い。何やってんですかこの子たちは。なんであんなところで鉄砲持ってるんですか。この後ほら右に合成スタジオか。なるほど、上手だ。上手ね。これはこれはジェイソンしかまた私っていう、これ一生の記念になりますよね。これ面白いですよね。自分をその映画のワンシーンの中に入れ込んでしまうってね、はい、さあまた移動してます。今度はじゃじゃじゃもうねランジェリーショップ。そうですよ、ここはすごいんですよ、はい、おっぱいがもうプリンプリン泳いでる。泳がないわ。何ブラジャーの博物館なんですか。そうです、これ見て、ナタリー・ウッドさんがつけたブラジャー、マリリン・モンロー、ナタリー・ウッド、はい、トゥナイトの、これ絶対見に行った方がいいと思う。マドンナはこのコスチュームでコンサートとかやってますよね。はい、そして、そのまま最後の夜となりましたので、あ、もう最後の夜ですか。行きつけは、ハマ寿司レストラン。ここ混んでるんで、いつも、もうね、3倍ぐらいお店の中に人が。これは何作ってるんですか。これね、タコスなんだけど。アボカド？そう。スパイシーツナ。はい。向こうの人たち、こう、ロールにするの好きですよね。はい。カリフォルニアロールとかね。あ、結構盛り上がってる。盛り上がりました。あ、もう。あ、もう帰っちゃうの？もう帰るね。お値段はどのぐらいなんだろうな。77,000円。ロスにしたら安いですよね。あの写真はいいわ。あの写真面白いですよね。あれはね、あんだけ成功に作ってくれるならば、我々だって欲しいですよ、あれ。ねえ、あの合成うまいことね。これね、みやこちゃんが撮ってきた写真なんですよ。これほら。これね、ほんと1枚撮った方がいい。かわいい。これはいいわ。わかります？よろしいね。これみやこちゃんでしょ。これ取って帰ってきて家に飾ってたらいいですよね、これ。これは絶対いい。これはいいね。あのフェニックスって本当に美味しいんですか。アメリカってほら食べるもの美味しくないでしょ。そうでしょ。それでね、ここを探し当ててね、もうね、大根っていう日本語を使ってるぐらい日本食に近い。
アメリカのブワーンっていう感じじゃなくてね、すごく繊細そうに見えますよね。うんうん、美味しそうです。ちょっとロスとラスベガスのこのクレイジーでファンキーな感じはすごく出てます。あ、出てます、ね。本人から出てるのかもしれないけど。では次のプランナーはこの方です。ロサンゼルス。